年前、徳川家に仕えた服部半蔵を率いる忍びたちが徳川家康様をお助けした。いざよみがえれ忍びたちよ。我を知る、誠の心を目覚めさせ、すべてを見通す、火の黄泉の悟り。ひらりひらりと壊せばも、生きることから逃げるな。春技の凛、水村。たった一度の人生、楽しんでこそ幸せじゃ。忍び市の陽気者、三平。我ら、服部半蔵忍者会、ここに水村。我ら忍びにとって最も重要な任務、それは情報収集である。この現世においては愛知県の魅力を収集し、皆々様に発信をしております。では400年前、我らが得ておった情報、これは敵方の情報でござる。この敵方の情報は何としても生き延びて主君に届けねばならぬのじゃ。臨将奏者会臨列隊前。何としても生き延びてみせる。なかなか手ごわいではないか。負けるわけにはいかん。生き延び申したぞ。さあ、この度名古屋城へ集いし皆様、こんにちはじゃ。ありがとうございます。我らが徳川家康と服部半蔵忍者隊にございます。こたび初めて見たよという方いらっしゃりますか。はい、初めましてじゃ。初めましてじゃ。ありがとうござる。まずはやはり我が隊のことを知っていただきたい。そうじゃな。忍者のお願いしてもいいですか。わかった。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は、この度出陣なさったのも徳川家様を主君といたし、服部半蔵正成様を中心に愛知の観光、そして忍びの情報を発信する観光 PR 隊にござります。そして何より我ら忍びにとって最も重要な任務は情報収集がゆえに、さとりどう我らああいうことをやっておりますな。そうじゃな。もしかしてソーシャルメディアSNS お話でござるな。さあ、そうじゃな。いろいろがござりまするが、例えば Twitter、 つぶやき、 YouTube、 あれしろっけな、 Instagram、 Instagram、 Facebook、 カオポン、そして TikTok、 OK でござりまする。そうじゃな。上に見るのものぜひ現世のからくり機で服部半蔵忍者隊を検索してフォローしてくだされな。お願いいたします。フォロー服部半蔵忍者さん all of our social media。 サトリ殿、お願いいたします。バテレンゴペラペラじゃな。あ、ことか。うん、どうしてそんなにバテレンゴがペラペラなんじゃ。ドキドキ勉強する。あたまにな。ちゃって、こうか。やはり勉学は大事なんじゃない。いや、リンドの
疑問を抱いてる割に笑いながら問うでない。すまんすまん。サトリども、なんでね、そんなにバテレのペラペラなんて。わからん。さっき勉強って言ったじゃん。さっき勉強しとるって言ったじゃん。なんで急にわかんないんだ。ちょっと、変わってしまった。チョキが戻っとって思ってるという。ちょっともうわからんと。あ、もう過去のこと忘れてしまった。さよ。今が大事なんじゃん。さよ。もしかして、拙者は宇宙人から。おーもう宇宙人から習ったかもしれない。そしていろんなものがこんな教えてもらった。宇宙のものから教えてもらったさよ。三平。は。次行こう。おっと、わかった。まあそんな我ら様々な、この SNS なるもので皆様に呪しを上げておりまするが、ぜひですな、2月の27、28に、あむ大きな催しが一つござりまする。じゃ題して、愛知インパクトーよいしょーこれの、うん。中部国際空港セントレアのすぐ近くにござる、愛知県の国際展示場、愛知国際展示場、愛知最エキスポと呼ばれる場所で行われる催しなんだけど、これの、実は過去には、現世のその、今流行っとる e スポーツ。e スポーツ e スポーツと呼ばれるものでござったり、あとは、様々な歌を歌う方々による、アーティストライブと呼ばれるものを、こう一台でドーンってやっておったんじゃけども、今年はそこにさらに加わるのが、愛知ポップカルチャーフェスティバルといった催しにござる。お、これまで我らがポップカルと呼んでおったものかな。そうですよ。今年はポップフェスと訳すそうじゃ。はあはあ。この二大イベント、二大催しが、一つの催しとして、2月の27、28に、なんと今年はやはりオンラインでの開催。練習を通じての開催にござるがゆえに、ぜひとも皆様には見ていただきたいんだけど、なんと我ら忍者隊出陣が決定いたしました。やったー！裏を返せば、この今遠きところから来てくれた者たちも見られるということかも。さよ、もう何だったら世界に発信して受けるといったものにございます。なるほど。ゆえに詳しくは我ら忍者隊のつぶやきをぜひとも見てくだされ。お願いいたします。お願いいたします。さあ、この度、温かいでどんどん盛り上がってまいりたい。よし！最後は我らの剣舞じゃ！チョキチョコラーナーレ！悲しき心！忍びたるもの忘れはせ！心にあるの、辛くとも！共に生きる民のため！絵が不勇気を届けようぞ！我ら！ハトリハンゾー忍者隊！ここに推薦！楽しんでこそ幸せじゃ、陽気者の三平。